いつもうなぎの栄食事情を応援してくださる皆様、うなぎの栄食事情、うなぎひまわりです。今日もよろしくお願いします。今日は実は、皆様にお知らせしなければいけない大切なことがございます。すごい簡潔に言いますと、子供ができました。伝えるのを迷ったんですけど、嘘はつきたくないので、今回、このような形で、お知らせさせていただくことにしました。これからはこの子と一緒に人生を歩んでいきたいと思っておりますので、皆様よろしかったら、応援の方よろしくお願いいたします。それではご紹介いたします。ご紹介します。ベネックタンです。眠いの？眠いの？眠いね。はい、というわけで今回フェネックを飼うことにしました。我が家には正直猫さんが4匹いるんですが、すごい考えたんですけど、自分の中でもフェネックを飼いたいという気持ちになってから、やっぱなかなかフェネックを育ててる、ペットショップだったりブリーダーさんっていうのはものすごく少なくて、全然出会えなくて、諦めようかなって思ってた時もあったんですけど、フクロウカフェかなかなんか行った時に、フェネックちゃんがいて、やっぱ抱っこして、ああ、やっぱ可愛いなってずっと思ってたんですけど、今回、たまたまね、このフェネックタンを見つけてしまいました。可愛い。こんなことある？寝てるんだけど。あ、起きた。眠なのね。そう、なので、これから、このフェネックタンの成長記録としてもこの YouTube を上げつつ、猫さんとね、ちょっとまだ仲良くしてくれるか分かんないんですけど、仲良くしてもらえるように共に生き、共に笑い、共に喜び育てていきたいと思います。そしてますます、プロレスだったりお仕事をこの子たちのためにね、銀ちゃんもそうだもんね、ために頑張っていきたいと思います。ぐにゃぐにゃやな、首ぐにゃぐにゃなの。いや、こんなことなかなか。そう、この子手の中で寝ちゃうんですよ。見てこれ、もうやばいんだけど、かわいすぎね。え、起きした。そう、今はね、猫さんもシャーシャー言ってるんですけど、仲良くしてもらえるようにやっていきたいのと、やっぱりフェネックを飼育されている方ってすごい少ないので、その辺も含めて、今も本当にフェネック飼育初心者とし初心者なので、共にこの子と一緒にいろいろ勉強して、成長していきたいなと思っております。なので皆様、うなぎひまわり、そして、猫隊のドレミ、ネネキリマル、銀シャリ、第4丸、そしてこのフェネックタンを共によろしくお願いします。というわけで、うなぎ家が一人増えたよっていうお知らせです。今後ともよろしくお願いしますでしょ。犬科なんだって。なんか食べ物とかもいろいろ、またこんなの食べるよみたいな動画出していきたいと思いますので、皆様よろしくお願いします。これからのフェネックタンのご活躍は、このうなぎひまわりのお夜食事情、うなぎのお夜食事情にて出していけたらいいなと思っていますので、チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。あー、寝ちゃしたのね。少年、少年、少年。